北国新聞ニュースをお伝えします。来年6月に金沢で行われる百万石行列で主役を務める市川右團次さんと紺野まひるさんが今日東京都内で記者会見し、ベストカップルを演じると意気込みを示しました。百万石祭りのメイン行事、百万石行列は来年6月3日に行われ、金沢駅東広場前から金沢城公園までのコースで時代絵巻を繰り広げます。記者会見では前田利家公役を務める歌舞伎俳優の市川右團次さんが、利家について、ただ豪快なのではなくとても理知的な印象だとコメントし、演技で表現したいと語りました。一方、お松の方役の女優紺野まひるさんは、お松の方が家族のために自ら江戸で人質になったことに触れ、心も体も強かったんだろうなと想像を膨らませました。行列の主役2人は歴史ある祭りに参加できる喜びをかみしめ、情愛が深いベストカップル賞的な夫婦を演じたいと意気込んでいました。来年の百万石行列は今年よりも演技回数を増やすなど、コロナ前に近い規模で行われ、主役2人の沿道からの撮影は許可されることになっています。もう今から楽しみですね。うん、そうですね。もう本当に歌舞伎と宝塚の世界でね、大舞台を経験してきたお二方ですからね。はい、本当に今年のコンビとはまた一味違うパフォーマンスが期待されますね。コロナ明けをはっきりと宣言するような、そんな華やいだ百万石演巻期待したいですよね。そうですね。ではニュース解説です。7年ぶりとなる政府の冬の節電要請を受け、石川県内の雑貨店やホームセンターで電力使用を抑えて暖かく過ごせるグッズが人気を集めています。店では保温性の高い部屋着や着る毛布などの品揃えを強化していますが、野口さん、湯たんぽや断熱シートの売り上げが前の年の3倍を超えたところもあるそうですね。好調なようですね。はい、全国の家庭や企業を対象にした政府の節電要請は今月から来年のこの3月末までですね。数値目標は設けず、現状で電力供給に問題はない見通しなんですが、はい、災害による発電所の停止や燃料の調達トラブルなど、不測の事態に備える必要があって、期間中は無理のない範囲で不要な照明の消灯、室内での重ね着、厚手のカーテンの使用といった取り組みを求めるということです。北陸電力もこの夏に続いて、管内にこの無理のない範囲での節電を要請していて、また家庭向けのこの電気料金のですね、値上げを経済産業大臣に申請したというようなこともあってですね、社会全体にかなり節電意識が高まってきているようですね。そうですね。こうした傾向を受けて節電グッズの売れ行きも好調なんですね。そうですね。今月に入って湯たんぽの売り上げがですね、前の年に比べて3倍以上になって、部屋の窓に貼ってこの室温を保つ断熱シートですね、こちらの売り上げも好調で、小型のヒーターなんかも人気が高いようですね。はい、節電をキーワードにした防寒グッズの特設コーナーを設置したところもあって、いわゆるそのモコモコ素材ですね、の靴下や着る毛布などこの重ね着できるグッズを並べて、防寒グッズ全体の売れ行きが前の年の約 1.5 倍になるところもあるそうですね。クリスマスを控えて防寒グッズは贈り物用としても需要が高くて、保温性の高いパジャマやルームウェアなどを購入する人が見られるということですね。そうですか。一般家庭だけではなく、企業などでも節電対策に本腰を入れているようですね。そうですね。この企業も冬場の省エネに取り組んでいまして、暖房の使用を控えるためにですね、女性の従業員が厚みのあるこうタイツを着用してウォームビズに取り組んだりですね、はい、お店の照明をこの LED に変更したり、冷蔵庫の設定温度を引き上げるといったようにですね、
まあ、各社は消費電力の削減に気を配っているということですね。はい、県でも今月から行政庁舎で、ご覧のように、昼の時間帯に一斉消灯をスタートして、正午からだいたい1時間ですね、各執務スペースの照明が落とされていますね。日没から午後8時まで行っていた県庁前広場 この樹木のライトアップも取りやめたということで、県によりますと、年度いっぱいは来年春頃までですね、節電の取り組みとして、実施していきたいということですね。雪の季節が本番を迎えますから、これからが正念場と言えそうですね。そうですね。さらにこのコロナの第8波が続いてますし、インフルエンザも、流行期に入って警戒を怠れませんからね、本当にこの無理のない範囲でちょっとした節電と防寒の工夫を心がけたいですよね。はい、市民公開講座金沢学がおととい開かれ、芥川龍之介を通して金沢三文豪の人間模様を読み解きました。金沢学は金沢大学と北国新聞社が連携して行っている市民公開講座で、今回は泉鏡花記念館の穴倉玉木学芸員が金沢三文豪それぞれの人間模様を大正時代のスター作家芥川龍之介を通して紹介しました。講演の中では室生犀星と芥川が俳句や骨董、旅行などを通して親しく交流していた一方、徳田秋声は芥川編集の書籍に小説が無断で掲載されたことで芥川とトラブルを抱えていたと説明しました。また泉鏡花は芥川のもとに山菜を煮た自家製の惣菜を届けるような親しい間柄だったことなど、三者三様の人間模様を読み解きました。泉鏡花記念館は来年が鏡花の生誕150年にあたるため、来年3月1日から鏡花を愛した谷崎潤一郎と芥川龍之介に迫る企画展を予定し、学芸員の穴倉さんは鏡花の功績を後世に残してくれた作家を知ってもらう機会にしたいと講演を締めくくりました。全国学生リレー茶会が全国14の大学を巡り終え、おととい金沢でバトン代わりの茶道具を使ったゴール茶会が開かれました。学生リレー茶会は新型コロナの影響で去年開催が見送られた全国学生大茶会の代わりに企画され、今年が2回目です。リレー茶会は学生大茶会が3年ぶりに金沢で開かれた後、今年8月下旬に3つのルートでスタートしました。リレーのバトンには大茶会でも使われた3組の茶碗と茶杓が使われ、全国14大学をめぐり金沢に戻りました。ゴール茶会はおととい本田町3丁目の旧中村邸で開かれ、金沢大学、金沢美術工芸大学、金沢学院大学の順に戻ってきた茶道具を使った茶席が設けられました。そしてリレー茶会に参加した富山大学と龍谷大学も加わり、23人の茶道部員が一服を味わいました。リレー茶会の実行委員長で近代3年の斉藤舞さんは、コロナ禍で始まったリレー茶会だが、以前よりも茶道部間のつながりが深まった、後輩にも続けてほしいと話していました。絆が深まったのなら良かったですね。そうですよね。本当に金沢をスタートして金沢でゴールということでね、当地のその若手の工芸作家のね、茶道具を使ってまさに茶の湯のすべてが揃う加賀茶道をつないだ学生たちですね。はい、伝統の担い手として非常にこう頼もしい限りですよね。子どもたちに事故なく新年を迎えてもらおうと、おととい金沢市内で交通教室が開かれました。金沢市内では今年9月と先月に大桑と八日市でそれぞれ小学生が犠牲になる重大事故が相次ぎました。このため
金沢市大浦小学校スクールサポート隊の隊長を務める平琴彦さん75歳は、悲惨な事故が二度と起こってはいけないと考え、交通安全教室を企画しました。教室は通学路になっている平さんの家の前で開かれ、およそ20人の小学生が集まりました。平さんは手作りの信号機を使い、赤の場合は止まれ、青でも周りの安全を確認した上で進んで、などと交通ルールを守るよう呼びかけました。平さんの横には、長年交通安全の看板を作り続ける七尾市の山岸次六さん82歳作の飛び出し注意の看板と2体の交通安全かかしも並び、ルールの PR に一役買いました。内灘町で育ち、町のふるさと大使にもなっているプロ野球ロッテの岩下大輝投手がおととい、地元で子どもたちと交流し、野球の魅力を伝えました。岩下大輝さんは小学生の時、学童野球チームの内灘エンゼルスで外野手や投手を務めました。内灘町は去年12月に岩下投手を第1号のふるさと大使に委嘱し、去年に続き交流会を企画しました。会場の内灘町野球場には、町内の学童野球3チームと一般からおよそ50人が集まり、岩下投手がピッチングを指導したほか、同じロッテの和田光志郎外野手と佐藤俊也捕手が打撃のコツを教えました。岩下投手は、体の軸を意識することや体の重心を前に乗せて投げるようアドバイスしました。子どもの一人は、アドバイスを受けたらストライクが入るようになったと話していました。この日は学童野球チームとの交流戦もあり、岩下投手は、来シーズンは先発で登板し、和田、佐藤両選手も含めた若い世代でチームを勝利に導きたいと意気込んでいました。動物の格好をした音楽隊が演奏を繰り広げる0歳からの音楽会がおととい金沢市内で開かれ、親子がクリスマスの名曲を楽しみました。この音楽会は一般財団法人の県芸術文化協会が主催して、北国新聞赤羽ホールを会場に開かれました。ステージにはキリン科の動物オカピが指揮者を務める金管五重奏ズーラッシュアンブラスと、猫によるクラリネット四重奏クラリキャットが登場し、親子連れで満席になった会場を沸かせました。どの出演メンバーもクリスマスの衣装に身を包み、清子の夜や慌てんぼうのサンタクロースなどを奏でました。アンコールのジングルベルでは、太い角を持つ牛の仲間ゴールデンターキンとカラフルな鳥が演奏に加わり、軽快な音色が親子を楽しませました。川北町特産の和紙加賀岩皮紙を手掛ける工房が、安らかな年にと願いを込め、干支の置物を作りました。川北町中島にある工房加藤和紙は、手すきの岩皮紙作りを半世紀から守り続け、その製造技法が町の無形文化財に指定されています。加藤和紙8代目の加藤真紀子さんは、今年9月から桐の木くずを固めた木目込み人形に岩皮紙を貼り付ける干支の置物作りに取り掛かりました。高さおよそ12センチのうさぎの置物は25体完成し、岩皮紙の風合いを生かし、うさぎの体毛を表現するとともに、ピンクのアクリルカラーで口元に絵付けを施し、可愛らしさも引き出しました。置物は北海道や首都圏などに送るほか、工房でも取り扱い、加藤さんは癒しを与えるような作品に仕上がったと話しています。福
が来そうですね。本当に伝統の技で新春を彩るというのは本当にいいことですよね。そうですね、いい年になりますように。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。